マリンチャンネルのマリンでーす。元気がいいね。ママのひとみでーす。 MCO が3月18日から始まりまして、マレーシアのロックダウンですね、中央政府の発表ですと徐々に緩和されるということで通達があったんですが、今ラマダンの時期でもありまして、感染者が増えるのを恐れている国民の皆さんもやっぱり少なからず多いんですね。なので各州によって条件が異なっている状況です。ですので私たちが住んでいるペナンでもまた引き続きロックダウンが行われている状況であります。今日はロックダウン期間中に私たちがデリバリーしたフードをご紹介したいと思います。公私ともどもお世話になっている素敵なオーナー夫妻が経営しているカフェデリです。娘がですね、本当に心から大好きで、もうマリンが行けばもうこれが出てくるという商品がじゃじゃん、こちらです。おうわーい、おまいガーシ、おうわーい、おまいガーシ、うわーい、おまいガーシ、仕切り直し。はい、先ほど紹介したのがマリが好きな、クリームトマトスープです。でそして、トマトスープには美味しいブレッドがついていきます。そしてですね、じゃじゃん、私はこちらです。今日はローストビーフサンドイッチです。本当に美味しいのこれ。もう本当に美味しすぎるくらい美味しい。テイスティ。はい。まあちょっとどうぞ食べながら。すみません、私たち食べながら進めたいと思います。あけ食べるよ。いいよ。どうぞどうぞどうぞ。じゃあママ。うん。ハッピー。Good。Nice good。私もこれ大好き。まずこれ。マスタード。Yeah, this one is mustard。ベトナム料理、タイ料理がどうぞどうぞメインになってるレストラン、そこのフォーがすごく好きです。もうすごく美味しいんですね。あとサマーロール、日本で言うと生春巻きですね。あとはもうこれは必ずです、もう彼女が大好きな、なんだっけ、スティッキーマンゴーライス、ライスカッティングしたマンゴーにもち米が添えてあって、特製のココナッツミルク、甘さの塩梅がちょうどいいんですよ、うん、であとピーナッツも添えてあって、そちらのレストランもよく利用しています。娘はもうイクラがすごく大好きなんですね。ですので彼女の場合はサーモンイクラ丼で、私は北海丼っていうマグロ、イカ、サーモン、イクラ、あとねホタテ、もうすごい美味しかった。肉厚でプリプリで、ホーカーの日本食をやっているデンさん、もう本当に人気です。いつもそこの名物すごく美味しいのがタコライス、あとねカツカレーとかも美味しいの。タコライス美味しいよね。うーんホームスタイルという中華系のお店です。ローカルの人でもすごく大人気で、いや本当に美味しいんですね。マンゴーチキンとかオクラとエビをそのサンバラソースで炒めたようなのをライスと一緒に食べるのがすごく美味しいです。まあ、本当にペナンではたくさんそういうデリバリーできるお店が選べることにありました。なので特に食べ物で困るということはありませんけども、ほとんどは基本的にはベースは自炊をして食べています。あと何か言うことありませんか？トマトスープ美味しいよ私の大好きなトマトスープだよ。I love hot sauce on cafe ということ
ロックダウンが明けたらもう一つの動画としてね、特集を組みたいと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。今日のこの今の動画がすごく面白かったって思う方はいいねボタンをぜひ押してください、はい、お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。そしてですね、私はインスタグラムもやっておりますので、フォローもよろしくお願いします。 See you next time。これかい。